どうも、トズルです。さっきはですね、クラッシュロイヤル新しいアップデートプレビューを見ていきましょう。今日の、アップデートプレビュー内容、この画面から動きません。はい、ということで、アリーナ8が、解禁されます。今までね、アリーナ7、ロイヤルアリーナが2000から、3000の間とね、かなり広い、トロフィー帯をね、網羅していたんですが、今回この間にね、アリーナ8が入る形となります。2300から3000までの間が、このアリーナ8ということでね、なんかこう、ちょっとアイスウィザードが住んでいそうな世界のアリーナですが、こんな感じでね、新しいアリーナが追加されますということで、明日もねアップデートプレビュー、あるみたいなんで、明日のアップデートプレビュー内容非常に楽しみですね。で、今回のね、一つの目玉、今回のプレビューじゃないな、今回のアップデートの一つの目玉としてトーナメント機能が、実装されます。一番右下の今までクラロワ TV ですかね、クラロワ TV があったところにトーナメントの、モードが追加されまして、でちょっとね、クラロワ TV はこの画面の右上ですかね、右上に追加される形となりました。はい、ということで、今日の、プレビュー内容こんな感じなんですけれども、明日、またねプレビュー内容来ると思いますので、ぜひ明日もね楽しみに待っていてください。ということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この夏、今まで見たことないクラッシュが訪れる。ナインクラッシュ、日本最強のタウンホール級は誰だ。1183名の中から優勝者を予想しろ。クラロワフェス、連日行われる大会を制して大量のカードをゲットしろ。大阪クラッシュ、8月28日大阪で何かが起こる。生放送予定は下記動画説明欄にて。それではまた次の動画で。